タウンマネージメント機関は、中心市街地における商業街づくりをマネージメントする機関を言う。様々な主体が参加する街の運営を横断的、総合的に調整し、プロデュースするのが役割である。具体的には、下記の法律によって定められた街づくり機関を指す。1998年の中心市街地における 市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律における中心市街地活性化策の目玉として導入された。とも構想を作成し、この構想について適当である旨の市町村の認定を受けたものを認定構想推進事業者、いわゆるタウンマネージメント機関としている。なお、この場合、マネージメントと超音表記が正式な表記である。 友になることができるのは、商工会議所、商工会、第三セクター機関等とされた。日本において、友が導入された根拠法である、中心主街地活性化法は、見直しの結果、2006年6月に新法に、衣替えされた。その背景としては、友による、中心主街地活性化策について、事業の実施体制、実施状況、 効果測定の点において不十分であり、効果が上がっていると測定されたケースも少数であったことが指摘されている。友が十分に機能しなかった理由として、以下の点が指摘されている。大型店他の商業地との激しい競争など、商業を取り巻く環境は厳しく、衰退に講師が高かった。友には、利害関係者の合意形成など高度な能力が求められるが、 マネジメント能力を有する人材が乏しかった。ともにおいて、自主的な収益事業を行う等の財源を持たず、市町村行政の商業活性化事業を下請けする機関となってしまった。事業実施に際しての合意形成に手間取り、事業実施が滞りがちであった。ともの受け皿が、商工会議所や第三セクターなど、行政寄りの機関であり、地権者や商店街関係者など、 民の献身的な協力が得られなかった。友が素早く意思決定できなかった。構想に盛り込まれた活性化策の大半は従来の対策の焼き直しであり、市街地を再生させる力を持つものではなかった。2005年1月15日の時点で認定地区は355、認定計画は195である。ありがとうございます。